人民自由党は、ロシア連邦の政党。通称は、パルナスである、国民自由党とも。中心人物だったボリス・ネムツォフ・ソビエト連邦の、崩壊前の1990年11月に改革、民主主義政党として結成。後に、ロシア共和党と名乗り、ロシアで最も古い政党である。2012年に、ロシア共和党と、ロシア人民自由党などが合併し、 ロシア共和党、人民自由党という名称となった。2012年の合併以降プーチン政権で首相を務めたミハイル・カシアノフとエリツィン政権で第一副首相を務めたボリス・ネムツオフが共同議長であったが、2015年2月27日に起こったネムツオフ氏の暗殺を受けて、ミハイル・カシアノフとウラジーミル・ルイシコフが共同議長を務めている。親欧米路線の自由主義。 新自由主義の中道右派政党とされる。他の右派活動やヤブロコ、市民プラットフォーム等の親欧米派の右派、リベラル政党と共闘しており、もう一つのロシアで反プーチン連合を形成している。プーチン政権で財務省を務めたアレクセイ・クドリニや政治活動家のアレクセイ・ナールニーなどとも協力関係を築いている。国際組織として欧州自由民主改革党に参加している。 ありがとうございます。